ケボン・グラント・ルーニーは、アメリカ合衆国、ウィスコンシン州ミルウォーキー出身のプロバスケットボール選手。NBA のゴールデン・ステート・ウォリアーズに所属している。ウィスコンシン州のミスター・バスケットボールに選出され、2014年のマクダナルズ・オール・アメリカンのメンバーにも選出されるなど、ウィスコンシン州の有名選手だったルーニーは、大学進学の際に、 地元のウィスコンシン大学やマーケット大学からの誘いを受けるも、ロサンゼルスレーカーズとコービー・ブライアントの大ファンだったというルーニーは、アメリカ西海岸の名門校 UCLA に進学。1年生から主力として活躍し、2014から15シーズンは平均11.8得点9.2リバウンドを記録。NCWA トーナメントのベスト16入りの原動力となった。 ルーニーは1年間プレーしただけで2015年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。1巡目30位で2014から15シーズン NBA チャンピオンのゴールデンステート、ボリアーズから指名され、7月6日にボリアーズと契約を交わしたが、8月20日に股関節の手術を行い、NBA デビューは2016年秋になるとされ、 1>, 1月4日に参加のサンタクルーズ・ウォリアーズに送られた。その後月末に念願の NBA デビューを果たすも、熱い選手層の前に出場機会を得ることはできず、4月に再び手術を余儀なくされ、本格的なデビューは2016から17シーズン以降となった。2016から17シーズンは主に控えからの出場で主力が怪我をした時は、 先発を務めるなど期待されたが、レギュラーシーズン終盤に前年と同じ現部の怪我が再発してしまう。チームは NBA チャンピオンに輝いたもののルーニー自身はプレーオフ不出場に終わった。そして2017年10月30日、ウォリアーズからルーキー契約の最終年の契約を更新しないことを通達された。2018年3月17日に行われた、 フェニックス・サンズ戦で、キャリアハイとなる13得点、同じく、キャリアハイの6ブロックを記録、試合はウォリアーズが124から109で勝利した。ありがとうございます。